前町の中学校で今日午前、生徒15人が体調不良を訴え病院に搬送されました。いずれも理科の授業で硫化水素を発生させる実験をしていました。筑前町教育委員会などによりますと、町立三輪中学校で2限目が終了した休み時間に生徒7人が自ら体調不良を訴えました。学校が聞き取りを行ったところ、さらに8人が不調を訴え、合わせて15人が病院に搬送されました。全員が歩けるなど、今のところ重症者はいないということです。15人はいずれも2年生で、1限目の理科の授業で硫黄と鉄に薄めた塩酸をかけ硫化水素を発生させる実験を行っていました。誤った方法で硫化水素を吸った可能性があるということです。